お客様満足度ナンバーワン 100% 新車感 100% 新車感 100% 新車感。国内全メーカー新車最安値に挑戦中。販売エリアは日本全国。年間販売実績約1700台、リピート率驚異の 50% 超え。お客様生の声ホームページに公開中。 100% 新車感。新車感チャンネルをご覧の皆様、いつもありがとうございます。 100% 新車感加須インターチェンジ店の小林です。弊社では新型コロナウイルス感染症対策のガイドラインに沿った営業を行っておりますが、お客様同士の接触を避けるためにも、事前のご予約の方をお願いしております。またご来店自体が難しいお客様のためにオンライン商談システムを導入しています。こちらはスマートフォンやタブレット、パソコンの方から簡単にお申し込みができますので、こちらも合わせてご利用ください。はい、それでは本日ご紹介するお車ですが、こちらです。日産のセレナになります。はい、こちらが e パワーということで、まず特徴的なブルーのライン入ってますね。はい、e パワーのこちらが V っていう風なグレードになってます。はい、ではまず外観の方からじっくり見ていきましょう。やっぱり日産といえばこの大きな日産のエンブレムですよね。はい、でそれに合わせてこの迫力のあるフロントグリルですね。はい、日産のセレナなんですけど、まあ、いわゆる、まあ、どこかで見たことがあるようなこのメッキの派手なグリルになっているのと、あとはこの V 字型の V モーショングリルというものですね。こちらの方が特徴的なデザインになってますね。はい、で今回の車の方だと、まず標準装備として、まあ、ある程度こういったプロパイロットとかっていうのをついてきているんですけど、もちろんそれ以外に今回の車だとこちらセーフティーパック A というものがついています。でセーフティーパック A がついていると、まあ、例えばなんですけどこのようなインテリジェントクリアランスソナーですね、ちょっとこの位置にセンサーがあるんですけど、こちらの方で障害物だとか、あとは人ですね、人とかがここ近づいてきたよっていうのを知らせてくれるセンサーというものがついています。これが前と後ろ両方についてますね。はい、でそれ以外だとこの真ん中のエンブレムの方ですね、このエンブレムの下あたりにこちらがインテリジェントアラウンドビューモニターのカメラがこちらついています。はい、この位置になっています。はい、こちらの方が、まあ、セーフティーパック A の方で付く装備になっています。はい、まあ、セレナの方ですね、まあ、全体的なフォルム見ていくと非常にかっこいいですよね。はい、こちらの LED のヘッドライト類も非常にいいですね。はい、こちらが、まあ、アダプティブビームっていうような機能もついてまして、まあ、簡単に言うと対向車が来た時に自動的にライトの方を制御して向こうの車が眩しくならないようにっていう風な制御が入ってます。はい、ちょっと今点灯させてみようと思います。はい、こちらが点灯させた状態です。いかがでしょうか。はい、で今ハザードもつけてみたところです。はい、はい、まあ、こちらの方を見ていただきますと、はい、まず LED のヘッドライトに加えて、あとはこちらフォグランプの方もついてますね。はい、でちょっとこのセレナの方で少し惜しいなと思ったところといえば、ちょっとウインカーの方ですね。こちらが最近の流れるウインカーとかではなくて、まあ、従来型のウインカーになってますね。はい、ちょっとここがもうちょっと流れるウインカーとかだともっとかっこいいのになとか思ったりしますね。あとはドアミラーの部分ですね、こちらは LED になってます。ですがちょっとこちらは流れそうなんですよ、流れないものになってますね。ちょっとここももう少し欲しかったなって思うようなところですね。はい、では一旦ライトの方消しますね。ではこのままこの流れで横の方も見ていこうと思います。はい、こちらの e パワーの方ですね、エンブレムがこの位置にありますね。はい、はい、e パワーのエンブレムと、あとハイウェイスターということで専用のパーツですね、このパーツですね。はい、こちらがボディにも最初から装着されてますね。はい、で
少し右に行きまして、こちらが、はい、今回のタイヤのデザインになっています。はい、まあ、最近多い、まあ、アルミと、あとは塗装された部分ということで、ツートンカラーになってますね。で、ブラックの部分がちょっとガンメタっぽくなってますので、まあ、結構光の角度によってはキラキラ光ってかっこよく見えますね。はい、で、ホイールの大きさ自体は結構大きいですね。こちらが16インチのホイールになってます。はい、ではちょっと引いた状態で見ていきましょう。はい、で引いた状態で見ていただくと、結構ここら辺のピラーのあたりですね、ここら辺がかなりガラスの面積大きいっていうのがよくわかると思います。ここが日産の方のカタログでも書かれてるんですけど、まあ、全方位の視界を確保っていうようなコンセプトになっているそうで、やっぱり外から見てもわかるぐらいこのガラスの面積かなり広く取られてますね。ここが他の会社の、まあ、ミニバンと違うようなところですね。ここが日産らしいところです。で続きまして後ろの方を見ていこうと思います。はい、で後ろの方に連れてどんどん背が高くなっていくっていう風なデザインになってますね。なので居住空間としては非常に広いものになっています。で面白い点としては、実は給油口右側についてます。はい、最近の車って左側が多いんですけど、日産のセレナだと右側についてます。でこの給油口のところでちょっと面白い機能があるのでご紹介します。はい、はい、では給油口を今開けてみるんですけど、はい、こちらですね。実はここなんとこちらキャップレスフューエルフィルターフィラーって書いてますね。失礼しました。こちらがなんとここキャップをいちいち回さなくてもいいっていう仕組みになってます。はい、これは珍しいですよね。結構ガソリンスタンドに行くときとかだと、まあ、ガソリン給油しようっていうときにいちいちここ回して何回も回してとかってあるんですけど、シレナはその必要がないです。もうここ蓋を開けてガソリンの給油口のやつをガタッと入れるだけでもう給油できます。終わったらもう抜いて蓋を閉じるだけ。これはかなり楽ですね。はい、結構毎回ガソリンスタンド行くたびにくる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 回すのってあれ結構大変なんですけど、それがなくなるだけでだいぶ快適になります。はい、で続きまして後ろですね、見ていこうと思います。はい、まあ、後ろの方もやはり E パワーということで、こちらの方にエンブレムついてますね。はい、で日産のセレナの方で他の車にはない、まあ、特別な装備としてはこのようになんと上の半分だけが開きます。はい、これかなり珍しいですよね。やっぱこのぐらいの大きさの車だと、こちらテールゲートの方を全部開けないと荷物の乗せとか下ろしとかができないとかってなってるんですけど、このセレナの場合だと上だけ開けることができるので、まあ、後ろが壁近くて開けられなかったってことはほとんど起きないです。ここからちょっと高さはあるんですけど、ここに荷物を入れたりとか逆に下ろしたりとかっていうのがほんのちょっとの隙間でできるようになってます。本当に人一人が後ろに立てればもう出せるような感じですね。はい、でこちら閉めまして、続きましてレールゲートを開けてみると、はい、こちらですね、荷室空間の方なんですけど、こちら見た目以上に実は床の方に収納スペースあるので、かなり容量としては大きいです。はい、でこちらの方にフックがあるので、こちらのフックをこの部分ですね、この部分に引っ掛ければ、はい、このボードを立てた状態にすることもできます。はい、でこちらの方ですね、この状態であればかなり床の方ですね、底の深いものになってますし、あと横幅の方も実はかなりあります。なので長い、まあ、ものをですね入れる時でもこちら活躍すると思います。はい、ではこちら戻す時はこのフックに戻してっていうようなものですね。こちらの位置に戻します。はい、ちょっと難しいですかね。はい、ではこちらで、でそれ以外の部分でもこの日産のセレナだと、例えばもちろん先ほど使ったフックのかけるとこなんですけど、こちらの部分くるくる回ります。はい、なので、まあ、紐とかをここに引っ掛けるときにこれ角度を変えられます。これ非常にいいですよね。でそれ以外でも下の方にもこの金属製のリングですね、これがついているので、はい、かなり強く固定しても安心ですね。はい、
で、それ以外でも、例えば3列目のシートなんかも、こちら青い紐があるんですけど、これを引っ張ると、はい、前に倒れて、で、さらに跳ね上げるというような感じですね。で、この部分を折りたたんで、こちらですね、フックがシートの中にこのように隠れています。なので、こちらを、こちらですね。こちらの部分にフックを引っ掛けると固定できます。で、テンションをかけるときは、こちらの紐を引っ張れば、テンションがかかります。で、逆に緩めたいときには、こちらのストラップの方を引っ張っていけば、テンションの方が緩んでいきます。はい。このような形ですね。はい。で、こちらの方ですね。このように、しっかり固定できるようになってます。まあ、ちょっと手間はかかるんですけれども、まあ、その分、密室空間の方かなり広く取られているし、そうですね、ここの方もかなり座面の方がまあ薄く作られているっていうような印象を受けますね。はい。よいしょ。まあ、ただちょっと手間が多いということで、まあ、いわゆるボクシーとかエスクワイアみたいなものと比べると、もうちょっとかなとか思ったりもしますね。はい。じゃあ、こちら戻すときは、こちらですね、下の方に戻して、あとはこちらですね、座面の角度はこの外側にあるストラップですね、ちょっと見づらいかもしれないですけど、こちらの方を引っ張って調節します。まあ完全に3列目の方は前後のスライドしないので、ちょっとそこだけやっぱ考えようによってはちょっとスライドした方が良かったかなとか思ったりもしますね。はい。で、後ろのスペースの方は以上になりますね。じゃあ続きまして、やっぱシェネラといえば2列目とかの方ですね、ちょっと中の方で見ていこうと思います。中を見ていきましょう。はい。では中のスペースの方ですね、見ていこうと思います。はい。やはり日産のセレナといえばこのシートの方ですね、後ろの方に両側に、はい、ちょっと失礼しますね、このシートの後ろにまずテーブルの方がついてくるのと、カップホルダーもちゃんとこのように2つついてきていますね。はい。で、これらの装備に加えて、この部分ですね、こちらに USB の充電用のソケットがあります。これが運転席にもありますし、はい。そして、なんと助手席の方にもあります。はい。ちょっと見づらいかもしれないんですけど、こちらも USB のソケットになってます。はい。なので、USB のソケットがもう後ろの人用にそれぞれ一つずつあるような形です。なので、まあ、ご家族様でどこか出かけるときに、まあ、スマートフォンの電池切れちゃったとか、あとはちょっと DS の電池切れちゃったそうとかさ、とか、そうですね、あとはですね、最近だとスイッチとかもなんですけど、まあ、そういったものを充電するときに、この USB ソケットを使えると思います。で、それらに加えて、セレナの方だと、なんとこの2列目の後ろにも、たテーブルがあったりします。ちょっと今やってみましょうかね。はい。ちょっと移動させて。はい。こちらの方はテーブルだけになります。はい。テーブルだけにはなるんですけど、はい。こちらで、ちょっと角度合わせますね。これぐらいの角度にすればちょうどいいですかね。はい。まあ、こちらの方で、2列目の背中にもこういったパーソナルテーブルあるのっていうのは非常にいいですよね。はい。なので、ご家族様で、まあ、昼食とか軽食取るときですね、こういったテーブルあるだけで非常に食べやすくなるので、嬉しい装備です。で、それに加えて、ちょっと難しいんですけど、ちょっとカメラさんすいません。ちょっとどかしますね。こちらの方に、3列目の方向けのこういったカップホルダーがついています。あ、ちょっとすいませんね。ちょっとカメラ一回お借りしますね。こちらの方なんですけれども、はい、カップホルダーの方が2つついているのと、なんとそのすぐ近くにまた USB のソケットですね、こちらもついているので、なんと2列目3列目ドリンクホルダーと USB のソケット完備してますっていうことで、こちらが非常に嬉しいですね。はい。こちらが本当ご家族様で、まあお子様とかで特にそうなんですけど、まあゲーム機とか持って行ったりとか、まあ大人でもスマートフォンとかやっぱ必需品になってきてますので、そういったものを電池切れ気にする必要がなくなるっていうのは本当にいいことですよね。はい。
やっぱりセレナの方だと、こう本当に家族で5人とか7人とかで移動される方がよく、まあ、乗っているなというような印象なんですけど、それがうなずけるような内容ですよね。本当すべての席の人に、まあ、欲しい装備が揃っているというような印象を受けます。はい、で今回のお車だとまだ天井とか何もついてないんですけど、まあ、新車館で扱っている、まあ、アルパインのナビゲーションセットですね。そういったお車の場合だと、まあ、こちらの位置の方にアルパインの、まあ後席用のディスプレイがついたりします。はい、ですね。では続きまして運転席、助手席の方を見ていこうと思います。はい、では運転席、助手席の方ですね、見ていきます。では失礼いたします。でこちらの方なんですけれども、まず、はい、中見ていただくと、このように真ん中のパネルのところにこちらカメラっていうボタンあるんですけど、こちらが、まあ、インテリジェントアラウンドビューモニターの切り替えのボタンになってます。はい、でこちらの方なんですけど、今、まあ、いわゆるオーディオレスっていう状態ですけど、この状態でもなんと使うことできます。じゃあこちらのインテリジェントアラウンドビューモニターの映像どこに映るのかっていうようなところなんですけど、ちょっと見てみようと思いますね。はい、まずこちらの方ですね。はい、見えますでしょうか。ちょっと難しいんですけど、こちらのメーターパネルのところにちゃんと映ります。はい、こちらの方で、でさらに嬉しいことに、まあ、インテリジェントアラウンドビューモニターだと左右ちゃんと見えますし、あと前のところに、まあ、どこまで近づいても大丈夫かっていうようなガイド線も出てますし、まあ、黄色と赤で、まあ、距離が大まかに分かるようになってますね。はい、まあ、これらが使えるので本当に便利ですよね。はい、でさらにそれ以外の装備とかですね、こちらの方で、はい、まあ、左右の方でこちらが風の方ですね、調節するダイヤルと右側が温度のダイヤルって分かれている、まあ、こちらのエアコンの操作系ですね。こちら最近だとなんか、まあ、ボタン式とか、あと、まあ、タッチパネル式とかってあるんですけど、まあ、こちらは物理的なこういったダイヤル式になっているので結構操作しやすいと思います。でその下にあるこちらシフトレバーなんですけれども、ちょっとこちら特殊な仕様になっています。実はパーキングのモードを入れる場合はこの P というボタンを押すことになります。でそれ以外ですと、例えばニュートラル入れるときはまっすぐ右に押し続けるっていうような状態ですね。で逆にドライブレンジ入れたいというときには右下っていうような形で入れるっていうような形ですね。でバックするときは逆に右上とかっていう、そういった操作になってます。でパーキング入れるときはもうパーキングって入れると、今ライトの方変わったと思うんですけど、ボタンを押すような形になってます。はい、ちょっと今までの縦に並んでいるっていうような式、まあ、物点はなくなっているので、ちょっと慣れが必要ですね。はい、でその隣ですね、こちらが、まあ、最近多い電動のパーキングブレーキですね。こちらの方が装着されてます。こちらの方は手前に引けばパーキングブレーキかかりますし、逆に押し込めば、今ランプ消えたんですけど、まあ、このようにパーキングブレーキの方解除されます。はい、でその下にあるオートホールドっていう部分ですね。こちらが、まあ、いわゆる渋滞とか信号待ちの時とかですね、いちいちブレーキを踏み続けなくても、まあ、ブレーキの方をホールドしてくれるっていうような装備になっています。なのでブレーキペダルからずっと足離さなくても、まあ、済むっていうようなものですね。ブレーキから足離しちゃっても勝手に走り出しません。そしてアクセルを踏んで前に進みたいなっていう時には自動でブレーキの方が解除されるっていう頭のいいブレーキになってますね。はい、ではそれ以外の部分見ていくと、まあ、こちらですね、ハイウェイスターの V っていうグレードになると、このようにステアリングリモコンの方は全てもう最初からついてきてます。はい、であとはもうプロパイロットの機能も最初からついているので、こちらですね、プロパイロットの方ついています。はい、で、今回のお車だと、実はお気づきの方いたかもしれないんですけど、実はシートの方がこのお車、特別なものになってます。こちらが防水シート仕様っていう風なものです。はい、まあ、表面の方見てみると分かるんですけど、まあ、見るからに水を通さないような素材でできてますね。でもパッと見は全然もうレザーと聞けばもう本当にもうレザーにしか見えないので、かなり機能的になってますね。はい、こちらの方で、まあ、
よく他社のものとかだと、まあ、撥水コートがされたシートとかってあるんですけど、それよりもさらに上のこちら防水ってなってるので、本当に水染み込まないようですね。はい。でそれで得て見た目もほとんどもうレザーと変わらない見た目なので非常にいいですよね。こちらが例えばお子様がよく乗られるということであれば、やっぱ飲み物こぼしちゃったりとか、そういったことを十分考えられますので、こういった防水シート仕様にするのもいいと思います。はい。大体もう価格差にして3万3000円でこちらの装備に変えられちゃうので、まあ、本当に選択肢としてはありですね。はい。で、すいません、実は先ほどから映ってたんですけど、こちらですね。こちらが、はい、デジタルインナーミラーになります。こちらの方もやはり最近ではもう必須級のアイテムになってますね。はい。こちらがレバーの切り替えで、こちらが通常の鏡としてのものですね。ミラーモードと、こちらがカメラモードということで、はい、2つのパターンで使うことができます。やっぱセレナだと後ろの方に人を乗せること非常に多いので、まあこちら単純に後ろの席が埋まってて、まあ後ろが見づらいっていう時以外でも、まあ私の個人的な感想だと、こうミラー状態で後ろを確認しようとすると、こう後ろの人と目が合っちゃうとかあるんですけど、それがカメラだったら気にしなくていいので、まあそこもちょっと嬉しいかなといったところです。はい。まあお子さんの送迎とかするときによくお子さんの友達とか後ろ乗っけると思うんですけど、やっぱ目が合っちゃうとちょっと気まずくなったりしますので、カメラだとそういったことないので、まあちょっと個人的な感想としてはこれ非常に嬉しいです。はい。ではじっくり見ていったんですけど、はい、そうですね、そろそろスタッフレビューの時間となりますね。はい、はい、では今回のセレナの方の評価になります。はい。じゃあまず一番上からいきますね。まず今回の車両価格ですね。こちらの方はやはりセレナなんですけど、よくトヨタのボクシーとかと比べられます。ね、やっぱりそちらの方と比べてしまうと、やはりちょっとお値段としては一つ上の方になってきてしまいますね。やっぱりハイウェイスターの方でこういった安心パックとか、セーフティーパッケージですね。そういったものをつけていくと、どうしても350万とかっていう風になってきてしまうので、まあそうですね、金額としてはやっぱボクシーとかと比べるとちょっと上かなといったことで、星3つになっています。ですが、やはりスタイルとかですね、こういった部分に関しては十分ボクシーと戦えるぐらい、まあ、かなり迫力のある見た目になっていると思います。はい。で、居住性に関してはこちらはもう星4つ、いや本当に 4.5 とかつけたいんですよ。すみません、今回4つの方にしました。やはりこちら3列シートのお車なんですけど、本当に全ての席に必要な装備揃っているという部分では非常に満足度高いですね。はい。なので星4つです。で、燃費に関してはこちらは間違いなく星5つですね。やっぱりこちら日産の e パワーということもあって、燃費としては実燃費、まあリッター19とか走るとかって言われてますけど、かなりいいですよね。はい。なので今回星5つにしています。で、リセール価格の方なんですけど、ちょっと残念ながらこちらの方が星3つになっています。やっぱりちょっとリセールの方では大体もう3年後になってしまうと、ちょっと100万近く落ちてしまうような、ちょっと例とかが見受けられましたので、今回、そうですね、こちらの星3つという評価になってます。まあ、参考リセール価格は、まあ、おおよそで225万円だろうといったところです。やっぱりちょっと日産のセレナというお車なんですけど、ちょっとリセールとしては不利な面ありますが、でも実際に乗ってみて使いやすいと思うのはおそらくセレナの方だと思いますね。本当ご家族様5人以上の場合でしたら、間違いなくセレナ選んだ方が満足度高いと思います。はい。では最後総合評価ですね。総合評価は星4つになっています。本当にもうご家族様でもう常に5人以上乗る、そういった条件の方の方であれば、こちらのセレナの方を選んだ方がいいと思います。やっぱりボクシーとかだと確かにリセールとかもいいですし、内装とかも全然、まあ、セレナと互角もしくはそれ以上かもしれないっていうような部分があるんですけど、でも、まあ、それぞれの席にある装備品の方を見ていくと、やっぱセレナの方が全ての席に USB の充電があったりとか、ドリンクホルダーがちゃんとあったりとか、そういった部分ではやっぱこちらの方が上なのかなと思う部分もあったりしますので、はい、こちら、まあ、大家族の方にはこちらの方おすすめではないのでしょうかね。じゃあ今回簡単ながらスタッフレビューの方もさせていただきました。はい。で、今回、まあ、
日産のセレナハイウェイスター V、ね、防水シート仕様の車紹介したんですけど、まあ、新車館のホームページの方では、まあ、今回日産のハイウェイスター V で通常シート仕様の方であれ、まあ、アルパインのナビとセットになったモデルが特別低金利の方でご案内しております。はい、そちらの方だと、まあ、アルパインのナビだったり、まあ、ドライブレコーダーだったり、あと ETC に後席用のモニターとかそういったものも全て含んだ状態でもうセット販売させていただいてますので、詳しい詳細に関してはホームページの、まあ、そちらの、セレナの特設ページの方ですね、ご確認いただければと思います。はい、でこちらの方キャンペーンの方に関しては本日撮影している日が、まあ、4月の20日なんですけれども、まあ、4月の月末までのキャンペーン期間となってますのでお気をつけください。はい、それでは本日は最後までご視聴の方ありがとうございました。よろしければ、まあ、チャンネルの方高評価ボタンを押していただきたいのと、あと登録の方ですねお願いいたします。では本日最後までご視聴いただきありがとうございました。